どうも、しゅんです。こんにちは。石井天美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、僕は今、先ほど、はい、ラジオに出演させていただいて、はい、その、なんですかね、終わりに、うん、取材させていただいてるんですけど、はい、で、今日は、石井照美さんにインタビューをさせていただくんですけども、外資系を目指している就活生の方に向けた動画なんですけども、うん、外資コンサルの実態と、石井照美さん自身の、魅力について今日は迫っていこうと思います。石井照美さんの紹介をしますと、今はお笑い渡辺エンターテインメント所属のお笑い芸人として活動されている方なんですけども、なんとですね、石井さん東大からマッキンゼに新卒で、入られて、そこからお笑い芸人になったっていう経歴を持たれている方なんですよね。もう10年一昔前の話そういえばそんなこともありましたって感じですけどもね、はい、ということでですね、はい、何個かお聞きしたいことがありまして、おい、カモン。はい、まずですね、石井さんが新卒マッキンゼに、就職されたと思うんですけども、そのマッキンゼで、に入るまでの就職活動についてお聞きしたいなっていうふうに思いまして、はい、なんか記事とか本で読ませていただいた中では、ありがとうございます。はい、結構、最初から行きたいっていうわけではなくて、たまたま受かったっていうふうに、マッキンゼ以外も落ちてしまって、コンサルが落ちてしまって、うん、たまたま受かったっていうふうに、拝見させていただいたんですけど、はい、もう完全に就職することしか考えてなかったです。いわゆる就活の道しか考えてなくて、はい、お笑い芸人とか、もともと子供の頃から友達笑わせるのとか大好きだったんですけど、はい、なんかそういったことを職業にしようっていう発想は全くなくて、で、まあ、それまで東大、とか入って、まあ、いい勉強して、はい、いい大学行って、はい、いい会社に行くのがいい人生、人生そういうものだと思って生きてたので、はい、なんかそこは別に何の迷いもなく、はい、まあ、で就活ってなったら、まあ、人気企業から受けるみたいな、そういう発想しか当時はないかったし、まあ、一方で、はい、まあ、英語は好きだったの、はい、だし海外行くのとかもすごく好きだったんで、そういう国際的な仕事ができるっていうので、まあ、商社とか、はい、海運会社とか、まあ、あと外資のコンサルティング会社っていうのが自然に浮かび上がってきてて、はい、じゃあ石井さんの就活時代の就活の軸は3つあったっていうふうにお聞きしたんですけど、ね、よく知ってるね、お聞きしてもよろしいですか。あ、はい、はい、そうなんですよ。まあ、国際的な仕事ができる、はい、自分が成長できる、はい、そして、まあ、なんか人を騙したりだとかそういうことじゃなくて、ちゃんと頭と足を使って、はい、真っ当に価値を生み出して世の中に貢献している会社っていう、うんうん、まあ、その自分の中でその3つって考えた時に、はい、まあ、ただね、気づくと思うんだけど、それってほとんど全部の会社そうじゃんってなるじゃん。で、そうなると、もう人気、なんか就職人気企業ランキング上位からみたいな結果になってましたよね。うんで、マッキンゼも受けて、多分受かって、そのまま新、何ですかね、入社されたっていう形で。そうですね。じゃ就活生時代に、なんか気をつけていたというか、うん、特別ではなくてもいいんですけども、対策、就活生時代にやっていた、石井さんなりの就職活動があれば教えていただきたいなっていうふうに思います。大学時代は、すっごい真面目に、授業を受けて、はい、いい成績取って、はい、海外インターンシップとかも、まあ、やっぱりやりたいこととちゃんと被ってたのもあるけども、もう積極的に行って、英語力も高めといて、はい、だから TOEIC 990点ですもんね。でも990取れたのは全然芸人になってしばらく経ってから、はい、5年付き合ってた男に振られてからなんだけど、はい、あ、6年か、それはいいんだけど、それは聞きたいけど、そうそうそうまあでもなんかちゃんと資格も取っといて、もう自分は学生時代やるべきこと、はい、これ以上頑張れないっていうぐらい頑張った自信は当時はすごいありました。うん、そのだから何を聞かれても、はい、答えられる、自分の体験に基づいて答えられたりとか、うん、でなんか受ける企業とかも志望動機に嘘があったら絶対に通らないけども、うん、商社やその海運会社とコンサルはどれも、ちゃんと自分がやってきた行動の裏付けをした上で志望動機を言える自信があったので、はい、なんかそこは自然と出てきたというか、じゃあ相性が良かった業界でもあったっていう、うん、そうですね、まあ原体験に基づいたことが言えるので、自分の行動の延長にちゃんと説明できるところしか受けなかったというか。ああ、じゃあ石井さんが、うん、就職活動において、うん、なんていうんですかね、今の就活生にアドバイスすることとしては、うん、何かあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。外資系を目指す人、そうですね、外資系もしくは、まあ、就職活動に全般において、全般において、まあ、自分に嘘をつかないこと、はい、
自分に嘘をつかないこと、あとは10の思考より1の行動力だと思っていて、はい、いろいろ確かに考えてきたこととか用意してきたとか意見とかって嘘つけるし、本当にそう思ってたら行動でもう示してるはずだと思うので、はいはい、でどんなにちっぽけな行動でも行動ってオリジナリティじゃないですか。考えなんか、なんか日本このままで日本では日本はまずいのでとかっていうのは誰でも言えても、はい、なんだろう YouTube でこういうことしましたとか海外のどこどこ行ってきましたとかっていうのはオリジナルだし、それ人間の本質が出るというか出る、行動は嘘をつかないので、はい、よく恋人同士でもその言葉で嘘つけるけど、はい、じゃあ本当に好きだったり忙しくても会いに来るよっていう話だったりするじゃないですか。行動は嘘をつかないから、はい、まあ、志望動機だとかなんか考えを伝える時の裏付けとしての行動はすごい大事だと私は思っていて、はい、いや、おっしゃる通りだと思います。思考の欠けてる部分、足りない部分とかも全部行動が補ってくれるから、はい、もうとにかく行動ありきだし、結局大事なの行動力だから、はい、もうなんか行動しろみたいな、はい、そうですね、行動の延長にある気がするな、思考動機とか。本当にその通りだな。じゃあもう実績ベースで語ればいいってことですもんね、うん、行動。そうです、そうです。だからなんだろうな、そのすごく人気企業だから大手だから行きたいと思っても、そこの会社に入りたいための、入りたいんだったら当然こういうことしてるよね、例えばテレビ局入りたいんだったら当然ものすごいテレビ見てきたよねとか、うんうん、でそういう行動がないのにただテレビ局入りたいってなんでやねんって なるじゃん、はい、みたいな矛盾がなければ、はい、もう絶対相手に届くはずだし、うんうん、その行動してきたっていうのはもう誰より強いオリジナリティ裏付けになるから、ぜひそこを紐付けて志望動機とかも作っていってほしいなと、はい、確かに行動に基づいた何ですか、ね、発言とか意見をしてぜひしてほしいなっていうふうに思います、うんうんうん、それはね、それ以上絶対突っ込まれなくなります。あ、確かに、うん、はい、ってなんですけど、もともと一本の動画にしようと思ってたんですけど、今の就活時代の話で一本動画に十分できるなと思ったので二つに分けても大丈夫でしょうか。え、二つに分けてくれるんですか。やったー、ありがとうございます。ということでですね、次は、マッキンゼー時代のお話をお聞きしたいなっていうふうに思います。後半に続く。はい、じゃあな。